司会をやらせていただきます日野茂子の役を やりました田口と申します。どうぞよろしくお願いいたします。同じく本日司会を務めさせていただきます、白拍子の団地役の山崎ニーナと申します。よろしくお願いします。それでは監督の、ね、秋原北院監督、そして主演の泉元彌さん、よろしくお願いいたします。4月に入りましてお忙しい中、また外の風もだんだんともう寒くなってきておりますけれども、ようこそ、ヒューマックスシネマズ池袋までお運びいただきまして、秋原北院監督作品をね、さっき何て言いました？北原北州とか言ってませんでした？聞こえましたね。秋原北院監督の作品で、主演、細川持春を演じさせていただきました、泉元彌でございます。お会いいただきました皆様方と、楽しい映画の後に、一緒に時間を過ごさせていただくこと、私自身も楽しみにお邪魔させていただきました、しばらくの時間ですけれどもお付き合いいただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、今回この映画の監督をさせていただきました秋原北院であります。よろしくお願いいたします。今回この映画ということで、女子両名と、一緒にやっていただいたわけですけれども、今回映画をやってみて、終わってみて、ちょっと上映をしていただいて、皆さん見ていただいたわけですけれども、今回、泉さん、ここが一番大変だったなっていうようなところって今回映画ではありましたか？どこら辺が一番今回大変でした？大変だったこと、でもやっぱり終わって作品ができてしまうと全部楽しかったなっていう記憶に変わっていくので、そういう意味では困ったなという記憶がないのが素晴らしい現場だったというのがまず皆さんにお伝えしたいことですが、私6作品目なんですね。出会って7年、そして6作品目、再び主役をさせていただきまして、秋原組の素晴らしいところで常に動き続けているので、監督や出演者の皆さんとのコミュニケーションが取り続けられるんです。で、今回台本の部分から早いうちに読ませていただいて、この部分はどういう意味か、この部分では何が見せたいのかっていうことで、そんなディスカッションも監督とさせていただきました。当時を考えるとですね、割と監督といる時間が長くて、一度お邪魔するとなかなか帰らない泉元彌だったところを考えると、もしかしたら監督そこが大変だったんじゃないかなと思うんですけど、近所で止めた時の車の駐車料が大変なことになってるんですか？そうでしたね。あれ実はいくらで1万円くらいしたんですか？実はびっくりしました。あれ、これこんな値段になるのに1万円札が使えないんだってコンビニにお金崩しに行きましたから。そうなんだ、はい、特に高いところで止められてですね、で気がついたらどんどん普通で、ね、上限があるのに上限ないところがなかったんですよね。ですよね、はい、それ太っ腹だなと思って感動して見てました。それが一番辛いことでした。ただ役柄的にはナンセンスヒーローみたいな雰囲気があるじゃないですか。ご覧いただいてお分かりのように、そのナンセンスヒーローをナンセンスな部分を楽しんでいただきながら、最後にはどんなメッセージを届けたいのかというのをブレずに、その皆さんにお届けできたらばというふうに思って、ふざけながら楽しみながら、芯に通すものは一作品で忘れないようにというところでは役作りの中で、心がけたところでございます。なるほど、ありがとうございました。本当にチームで楽しくやったんですけど、チームですごくコンセンサスというかね、情報共有ができていつも楽しくできたんですけれども、田口さん、田口さん、今回映画に出てですね、はい、今回大変だったところは、全部大変でしたが、はい、もう緊張したのと、カツラ、髪の毛とか、はい、やっぱお衣装とかが、セリフももちろんなんですが、はい、このか、ずらがっていう、それ気になる、ずらって言っちゃダメですよ。カツラが、はい、ちょっと気になったのと、うん、はい、お衣装もちょっと
ずれないように頑張ってた。ちょっとずれちゃう。ああ見えながら、一緒何も考えたり見えながら、実はそういうこと。なんか毎回家族ずれてませんか、ずれてませんかって毎回。ずれてた言い方。はい、でこの裏で、はい、あの茂子でキャーとやってたわけにはそんなことが。血管切れそうでした。血管切れそうです。はい。ご苦労様でした。ありがとうございました。でまあこっち行けば当然山崎さんね。はい、山崎さんあの今回やってみて。あの泉元康さんという、まあね、20世紀代表するイケメンの隣にしてお芝居してですね何ですか、そういういじり方をするようになったんですか。いや鼻高いなと思ってよく見てるんですけど、ね、あの本当にそんでどうでした、一緒にお仕事してみて、お芝居してみて。そうですね、結構一緒のシーンが多くて、でこう目を合わせるシーンも多くて、すごい目力が強いので、こう何回も負けそうになって、こうそれとずっとこう戦ってたのがちょっと大変でした。はい、そういうやっぱり大変なんですよ、やっぱり。いやいや全然そんなことはないですよ、もう優しく包み込むようにただ本当にあのこんな時代でしたから、最初台本の読み合わせというのがリアルじゃなくて、あのズームでしたかね、利用して、はいね、あの読み合わせ最初したんですよね。はい、そしたら、ロボットって思ったすごいなんかうまく日本語を喋る AI だなっていう感じで、なんか台本を読んでみて、それがもうメキメキと成長されて、おかげさまで。本当にあの現場入る前もですね、そのランチュームスルとミーティングをしたりとか自主練をと思ったんですけど、そしたら何かあったらあの一緒に作っていく場面だから頑張りましょうねって言ってたんですけど、あのロケの朝あってちゃんと眠れましたかって聞いたら、いや眠れなかったですって言って、もう一晩中あのベッドの隅をモテ屋さんだと思って春やんって駆け寄る練習してましたって言って、あの僕この形をなんでベッドの角で練習するのかなっていうすごい不思議でしたけども、そのシーンいいシーンになりましたね。そうですね、はい、監督がスローモーションを使わないもんだから、はい、あの短い間に流れた乱中の涙が皆さんに見ていただけないっていう残念な思いはしましたけども、ね、はい、なんかコンビでいじめられた感じしますね身内なんで、はい、というわけで、まあ、本当こんな風に楽しくですねやらさせていただきました。で、まあ、今回ね今日はちょっと映画の、まあ、この登壇者もそうなんですけども、いわゆるみんな観客で見てきていただいた方の中でですね、結構映画で特には出演だけじゃなくてプラスでお手伝いしていただいた方結構いらっしゃって、それをですね、お二人にちょっとはい、席を降りてもらってですね、はい、あ山崎さん降りないね、こっちか、うん、でちょっとその人たちにインタビューをしながら、この上のメンバーとやり取りする感じにしようと思ってるんですけども、あ、じゃあ田口さんもちょっと、はい、じゃあちょっと、まず山崎さんの方から、はい、ちょっと皆さんの誰のところに行くかは、まあ、分からないので分かってるんですけど、じゃあまず今回ですね、柿津の乱、泉さんが腕を切られるシーン、はい、あそこのシーン の全体の、盾の構成とか、実際あの泉さん、元谷さんのをですね、腕を切った、山崎さん、林さんの、で、その極悪人の林さんからじゃあ一つお話をいただきます、はい、ありがとうございます、ご紹介いただきました、林健二、泉さんのファンの方には申し訳ないんですけども、ダンサーズヒーローを生み出す、まあ、きっかけを作らせていただきまして、もともと特撮関係の仕事が多かったんですけど、科学戦隊ダイナマンというんでメギドウジという役をやっておりまして、そのヒーロー番組からこのヒーロー番組に、まあ、展示させていただけたということで、とても楽しく、今緊張されたっていうねお話もありましたけど、まあ、緊張はもちろんあるんですけど、もう楽しい緊張というか、しかもですね、なんとやった場所が建長寺という監督のそのお知り合いでですね、その建長寺、あの天下の建長寺で泉元也君の腕をぶった切るという、非常に美味しい役をやらせていただきましてありがとうございました。で、大変なことっていうと、だから、まあ、立ち回りなんかも村の長の役で出てらっしゃったさくらちゃんなんていうのが、まあ、踊りもできるし立ちもできるってことで、
でたまたまそのさくらちゃんの飼ってる猫が私の知り合いの立石のところから行った猫だったりして、またそこで不思議なご縁があったんですけども、まあ猫の話はともかくとして、できてたんですね、大体立ち回りで。それにさらにカメラ目があそこでこういう感じじゃないかなということで、まあ、迫力のあるシーンにしておいて、乱入してきてぶった切るという、まあ、短い間なんですけども印象付けて、そのナンセンスヒーローが頑張る、腕を落としたのに頑張るっていうのを印象付けられるように、とにかくド迫力があるようにという、まあ監督からも右同時でやってくださいなんて言われたんですけどもね、やらせていただきまして、右同時の時はご存知の方ももはや少ないかもしれませんが、片目だったんですね。片目で立ち回りするっていうのは非常に大変だったんですが、今度は両目が開いているし、なんと言ったって元役の腕を切る、その前に、その後に将軍の首を切る、このね、あの位置から将軍の首を切るなんていう芝居はいかに大変でもありやりがいでもあったということで、まあ大いに生きがいを感じて、やらせていただきまして、久しぶりにあの名前が出たのことには非常にもうね感動しておりますので、皆さんと一緒に秋晴れ組で、楽しくやらせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました。後悔とかって本当に無駄だっていう話をされてて、交換を本当に全ての交換と言ってもいいほどやったんですが。